続いてのコーナーこちらです。キンプリよし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 、はい、キンプリです。まあ炎上したってなんか言われることあるんですけど、ファンの人に。まあ炎上はしてなくて、何かって言うたら生配信で僕がキンプリですみたいなしたんですよね。まあ正直いつも通り、うん、したんですよ。キング&プリンス、プリンセス、プリンス、プリンス、うん、まあどっちでもええ、そんなもん。キンプリがもともと6人でやってた、で1人抜けた、で大体5人でやってた中で、衝撃の3人抜けたんかな、このタイミングでジャニーズ辞める。ちょっとごめんなさい、あんま詳しくわからんねんけど、とにかくキンプリが2人になったんよ。でこのジャニーズ初心者からすると、しかもまあ男性疎いやんからすると、そのなんかメインどころが抜けたんかなっていう感じやったんですよね、僕の印象としては。キンプリでメインどころ抜けたから、いや今のキンプリ誰が見んねんってまず1個言ったんですよね。で残った2人の顔似すぎやろって言ったんですよ。でもう1個、いやこんな顔似てる2人残んなよって、その2と3に分かれたんやったら知れよお前らって言ったんですよ。どうせ顔一緒なんやから知れ、2のグループと3のグループに分かれろっていう漫談をしたんですけども、まあそれがキンプリのファンの人に、悪口言われるという展開にここ最近なりました。いや俺ほんでごめん、キンプリのことは悪くは言わんねん今からね。まあそのキンプリのファン、通称ティアラ、まあティアラって言うらしいんですけど、ティアラがね、まあすごいまあムカついたんでしょうね。僕が今のキンプリ誰が見んねんっていう粗品ってわけわからん芸人が言ったから、うん、ムカついたんでしょう。ツイッター、今の状態のキンプリ誰が見んねん、下り目の粗品ゲーム生配信でキング&プリンスの暴言が物議っていうネットニュースに、粗品って名前からつまんねえし虫怖がってるとこ以外で笑ったこともないわ、まあ雑魚がほざいててくださいなみたいな、まあこんなんがほんま1000件ぐらいあったんよ、ティアラたちの。あ、虫怖がってるとこはお気に召しましたか。あらっす、いやよかった、その引き出しもあって。いやそうやね、意外にリアクションとかも面白いって言われます。はい、意外に優しいね。まあ雑魚がほざいててくださいな、お前やん雑魚喋り口調。まあとかツイッターで言うと、昨日からマジで粗品にムラついてます、ムラついてる。怖い怖い怖い、いやいやいや、イラつけや。俺お前の推しにひどいこと言ってんねんから、なんでムラムラきとんねんお前なあ。いやイラついてくれよ、逆に怖いで、ムラつかれても。いや怖いですね、まあ、ティアラがね、ハッシュタグキングアドプリ、いや俺ムラつかれた、やっぱエキゾチックやったんかな、ちょっとなんか危険な香りみたいなのが刺さったんかな。あまあとか、まあ、こういうなんでしょう、誤字脱字多いっていうのが一個ちょっと特徴で山ほど出てくるんですけど、まあ、とか、まあ、これとかもね、粗品さんのこと前は好きだったから悪く言いたくないけど、やっぱ2回も立て続けにそういうことやっちゃうと印象悪くなっちゃう。粗品さんのネタ好きなのにな、残念だな、人を傷つけない笑いの取り方をしてほしいですね。お前俺の何見てきたんよ。クッションええわもう、嘘つけよ。いや俺のこと前から好きやった、ほんま。でほんで、ね、ネタも好きって言ってくる、どういうことこれ、人傷つけない笑いの取り方、無理無理無理、それが売りやねんからやめてーなこれとかね。ちょこれはどっちかわからん、ティアラかどうか、そのマジのパチンコでめちゃくちゃ負けてるやつかもしれん、これはわからん。しねんケロブス、まあどうやろうね、ガンダムシードで俺も負けたって言ってるから、これどっちかわからん。でも時期はあんぐらいの時期やからわからないですね。
粗品が言ってることはもう普通に全く面白くないし、これを面白いって言ってるやつら病院行った方がいいやろらしいですよ皆さん皆さん病院行きましょう。明日金曜平日やから行けるよね。まあこれもどっちかわからん、その別にキンプリのこと書いてへんし、普通のアンチがたまたまタイミングで、ああなんか俺の芸とか なんか違うのを見ておもんないって思ってくれたんかな。うん、ってやつどうなんやろ。あ、キンプリ推しやあ、キンプリやね、結局キンプリなんですよ。まあツイッターはこんなもんやね。いや、インスタの DM がね、あの結構来まして、でちょっとそのインスタの DM、 僕のアカウントに来た DM をちょっと紹介していきたいと思います。だから DM って皆さんもうどんなんやり取りされてるかもう分からんでしょ。芸能人のね、インスタの DM こんなんくんねんっていうのちょっと見て体験してください。キッザニアやと思って皆さん、まあだから有名勢って言われるのの一つですわ。こんなことあるよっていうね。今のキンプリは私が見てます。わざわざ口にしなくてもあなたが見なければいい話、見たくないなら見なくていいからふざけないでください、迷惑です、二度と関わらないで、言わないで、地獄に落ちて、ね、お前細木和子の娘かなんやねん地獄に落ちてて、あんた地獄に落ちるわよって言ってたんや、細木和子はお前の娘かお前、名残やって。まあとかもうこんなん序の口ですよ、地獄に落ちてとかね。キンプリに謝れ、ふざけるな、めっちゃムカつく、しゃくれじじいめ、しゃくれじじい、妖怪、あ俺妖怪しゃくれじじいやったんや、ちょっとおもろすぎましたねこれは、さすがにしゃくれじじいめ、いやいやしゃく、あそうか、しゃくれてんのは認めるけど、じじい、キンプリさんからしたらそりゃそうや、年上やし俺の方がじじいなんかな。いや そこだけちょっと後輩やったっていうね、キンプリが、それだけちょっと僕の落ち度かな、先輩に言うのはええけど、しゃくれじじいねえ、こうまあ面白い DM も来るし、ねえ、あなたがキンプリの何を知ってるんですか、キンプリの2人がどんな思いでいるか、何考えてきたか、何一つ知らないあなたが公共の電話を使って話さないでください、身内で話す分には自由にしていただいて大丈夫ですか、キンプリを応援しているものからすると不快でしかないです、あなたも好きだったけど本当に嫌いになりました、がっかりしました、あなたこそ興味ないし消えればいいのに、変な顔して不快なのでテレビに出ないでください、気持ち悪い、顔が似てる2人、あなたみたいな顔が世の中に1人しかいなくてよかった、不快でし吐き気がするから変な顔ね、えすごい言ってくるやん。いや俺まずね、インスタで何も発信してへんのよ、なんかストーリー更新したり投稿したりしてへんのに、もう無数に DM が届くとね、また出ました、あなたも好きだったけど本当に嫌いになりましたっていう、なんかショック受けさせたいんかな俺にっていう攻撃方法や、消えればいい、あと変な顔っていう点ね、変な顔して、あなたみたいな顔が世の中に一人しかいなくてよかった、小栗旬に似てるのに俺小栗旬に似てんねんけど、世の中に二人おるで俺みたいな顔、俺と小栗旬やんけな、不快でし吐き気がする、不快だしやろお前、水の量測っとんかデシリットルを言うて、なんやねん不快でしってね、攻撃は続きますよ俺への、ね、もしもせいやさんが芸人辞めるって言ってピン芸人できます、キンプリは残ってくれたんですよ、あなたには考えられないほど考えて、できるやろピン芸人できるよ、 R1 優勝してんねんから人よりできるよ、ライブもやってんねんから、何言ってんねんお前、ブスが来やすくキンプリ語るな、謝罪しろやキモいわ、死ねばいいのに、マジでブスすぎて無理爆笑、自分の顔確認してからキンプリ語ってくれる、謝罪しろ、俺別にその語ってはないねんよな、キンプリのことね、このティアラの特徴としてもう一個、結構ねブスって言ってくんねん俺に、はあなるほどなーっていう、あーブスブスブスが言うなーってめっちゃ言われます。でこの人続きね、今の状態の霜降り誰が見るね、キッショイは、キンプリよりブスが黙ってて、何がそしないね爆笑、謝罪してキモい、インスタコメントに対して反論してるあたり無理爆笑、いやそれ企画やねんインスタのなコメントに反論するみたいなやってるけど、それ企画やからな、そうあと謝罪してほしいねんな、ティアラは、
この一個の特徴としてもう一個言うとしたら、ティアラはとにかく、ブスが嫌いなんと、あと謝罪をしてほしいらしい、とにかくねえ、うん、あの一部のティアラです、もうやばいやんもうやばいね、ハイリー、これ全部来てるからね、俺にマジでね、俺のインスタに顔が似てるのはめっちゃ言われてるので分かりますけど、本当に誰が見るのって言われたとしてもいい、笑うな、何十万人もの人がライブに申し込んでそれでも外れる人がいるくらいなんです。まあ確かにそれはそうや、あの俺がそうディスったけど、そこはそう言われたらそうやわ、まあおもろがって言っただけで、実際には集客もあるし、でももちろん分かってるよね。何十万人もの人がライブに申し込んでそれでも外れる人がいるくらいなんです。まあ何十万人もの人が今の状態のキンプリを見るわけですわ、わかります？ミリオン達成しててドラマワンクールに2人とも出ての活躍です。2人のこと名前も知らないくせに2人の努力したことも考えずにあんなこと言うのは人としてどうなんですか？知らないなら口にするなよ。ネットニュースにも載って大変ですね。芸能人ならその辺考えて発言してほしい。結論、誰が見るねん、こっちが見るねん、異性異ですねこいつ。続きます。あ、自分は殺すなどは思ってないんで、ただ大事な人たちのことをああやって言う人はマジで嫌いなんで、せいやは好きっす、おっぱいに呼び鈴。あ、せっせっせいやの同期のこれのことか。何の話か思ったわ。あー、なんなんじゃそりゃー、チーンのこれね。おっぱいに呼び鈴。いやいや、胸にチンベルってなんか俺らは言ってたけど、おっぱいに呼び鈴。お前末広がりズが変換したんか、お前。おっぱいに呼び鈴、何のことかなと思ったんですけど、おっぱいに呼び、あのチーのことですわね。まあせいやのことはすげえよかった、あ、相方に迷惑かけんでよかったわ。じゃあね、2回目ありえない、キンプリ同行じゃなく、なんで頑張ってる人にそういうこと言うかな、何がしてるのか分からない、何がしろも軽く言うけど今後のことに気づいてるファンの人もいるかもしれない、ヘラヘラと話すな、大人なら分かるだろう、本当に最悪です、思っても口に出すな、それを言って誰が喜ぶ、お前アンパンマンの歌かああ何が君の幸せ、何を知って喜ぶみたいに言うな、お前アンパンマンの歌みたいにディスってくな、んなもうお前何がやってんねんこいつ、おい殺すぞ春日、ね、はい、まあもちろんこういうのも来ますよ、殺すぞ、ね、以外も来ますからね、多分男でしょうっていう名前、やからボーイズグループ好きな男おもろいやつおらんねんほら見てー、ほら殺すぞ春日、怖っ、ね、消えろ、ね、消えろ、今の霜降り明星なんて見るか、お前が言った言葉だぞ、言う前に相手の気持ち考えろ、それでも大人か、考えてから喋ろ、ねえ、えぐ、TikTok のダンス、こういうやつ並んでて、こう音に合わせてこうやってたけど、お前 TikTok のダンスか、お前最後えぐ、これいやいや、あかんやろこんなん、こんなん絵文字あったらあかんやろ iOS にね、いやこんなんも来るよ普通にね、ガチクズですね、人の気持ちも考えられないんですか、それでも人間ですか、マジ頭おかしいですよ、いったんねえよ、地獄少女みたいに言うなお前いっぺんで見ろよ、ちゃうねんお前、地獄少女かお前、何やねんいったんねえよってね、ごめんねお願いだからんでザパンチかお前お前ザパンチみたいに言うなよお前なあ、ちょっとチョースの人やろ、ちょっとチョースねえお願い申しんでの人やん、なんでお前謝罪から入って、お前そんなお願いしてお前してもらうねん、お前ザパンチ以外使ったらあかんよあれね、お前さ、キンプリに対してあれはないわ、一つ言うけどさ、キンプリよりお前の方がファン少ないし人気ないから黙っとけ、お前のことの方が見ないし、ほんま殺す殺すって言われたらもう俺も怖いよ、恐怖を感じてます、はい、いつ殺されるんかなって、毎日仕事も手につきません、もう殺されるもん、だって殺すって言われてるからね、
人を思いやる気持ちとか持っていない人間はクズだと思います。あなたみたいな人芸能界で生きていることがありえないし気持ち悪いです。キンプリとかなにわ男子は興味ないですけど、あなたの言ったことは責任が全くないと思います。謝罪しないなら死んだ方がいいですよ。わあ、死んだ方が、いや、ちょっと恐怖感じてます僕。そんな、そうか、謝罪好きやし、あ、キンプリのファンじゃないんやなこの人は。あ、そんな人もちょっとでも死んだ方がいいですよって言われたらちょっとね、怖くなっちゃいますね。キンプリに謝れ。ジャニオタを怒らせたら何が起こるか分かんないのが現実だよ。なんてジャニオタを怒らせたら何が起こるか分かんないのが現実だよ。何言ってんの。気をつけな。一晩経ってねえ怖い、恐怖感じてます。怖いですね。マジでキンプリの発言ふざけんな。西畑大吾の件もやぞ。ティアラとナミファムに土下座して謝れ。俺を誹謗中傷するためだけに作ったアカウント粗品クソ。こんな専用の、俺専用のアカウント作ったんや。粗品クソ。土下座して謝れ。うわー、謝れ、怖い、もう怖いですね。しっかりキング&プリンス謝ってください。民度が低いのはあなたもそういう人だからと思います。バケタコ。ハゲタコじゃなくて、それもうタコのお化けやろ。バケタコは、ハゲタコな。俺が用意てのバケタコってなんやねん。殺すよって言われてもおかしくないこと言ってますからね。殺しますよ。フリーザかお前。フリーザやんけ。殺しますよ。怖い、殺されるね。え、多分これもジャニーズでしょ。アイコン殺しますよって言われたジャニーズの顔にね。え、お前うざすぎだよ。面白いと思って言ってんの。キンプリで謝れよ。お前の方が全然知名度低いんだからしゃしゃんのやめようね。キモい。謝れないんだったら死んで誰も悲しまないから。まあ俺が死んでも誰も悲しまへんらしいね。え、まあそれはええねんけど、そのこれ言ってきたやつのアカウント名なんですけど、アカウントのアルファベット、あのお前猫がキーボードの上通ったんかお前。なんやねんこの長いアカウント名。初めて見たこんなやつ。気持ち悪い。新しいインスタアカウントっていうステアガーから来てますわね。てか粗品なんか単純に M11 撮っただけやろ。M11 犬のショーレース。ワンワン、かわいい、犬のショーレースや。覚えないですよ俺、犬のショーレース取ったんねえ。キンプリと西畑くんについて、お前大学の論文かお前。タイトルいらんねんお前。大学の論文みたいになってるからねえ。大嫌い、死ねばいいのに。相方がかわいそう。死んだら相方も世界のみんなも喜ぶよねえ。いや、そのさ、まあまあまあ俺やから別に大丈夫やけど、こんなん来ますよ芸能人。これ嫌ちゃうみんな。ちょっとピリッとなるけどこういうのはね。死んだら相方も世界のみんなも喜ぶよ。この後しつこく、いつになったらしてくれるの、早くしてくんない、ねえ、まだ、おい待ってるんですけど、みたいなね。まあこれは正直、まあ良くないでしょう普通に。まあちょっと今まではお笑いでやってましたけど、まああんまり触れたくはないけど、芸能人の誹謗中傷による、まあ、自殺の問題とかね、自ら命を絶ってしまう人、やっぱりこういうのが山ほど来るからですわ。そりゃやっぱねとか、しつこくこんなん来たら、ちょっと気もめいるしね。まあ僕は全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですけど、なんか先立った人たちのこともこう思うなって思いながら、こいつは良くないね。いつになったら出てくれるの、早くしてくんないみたいな、この攻撃はひどいでしょ。この攻撃はひどいから晒します。はい、こいつです、こいつです。俺にしつこくしてって言ってきた。ひどく恐怖を感じました。本当に怖いです。もう普段の仕事もできないぐらい怖い。何ファム、ティアラです。ややこしい、どっちも入っとるね。長尾な、何君って言うねんこれ。ケンモリ君、長尾ケンモリ君担当です。担当ってなんやねんお前。大橋和也君担当です。高橋海人君担当です。10代何ファムです。あー、前途ある若者が、そうか、10代やって。
このアイコンもだから多分やけど、ね、長尾くん、これ長尾くん、ああ、だって俺も長尾くんに死ねばいいのにって言われてるからね俺。長尾健盛に早く死なないのみたいな言われてますからね。長尾くん知ったらどう思うやろな、これねえ、とか、まあ、俺は何もリアクションしてんねんけど、こいつが自分で自分の言ったことに怒りマークのリアクションしてるし、な、何これ、おもろ、もう一回怒ったってこと、送った後自分の後にスパーンって怒りが収まらないっていう、まあことなんでしょうね、とかね、自殺しろお前、お前から先にことの発端作ってる、だから言う権利あるから言うけど、お前常識さすがになさすぎるし、失礼にも程があるんだろう、お前よりキングアドプリンスの方が知名度も高いし売れてるし、こっちからしたらお前の方が知らねえんだよね。すごい、もう自殺しろってはっきり言ってますからね、怖い言葉やでこれね。お前から先に事の発端作ってる、だから言う権利あるから言うけど、いや日本語が汚いお前夏井先生に添削してもらえよお前からから言いすぎやんな、もうお前気分悪いのこいつね、ね、もう慣れてきましたね、シネがね、うん、ね、うん、こいつも来た、これもなんかあれちゃん、ジャニーズやろこれ、平野くんか、金プリの誰かでしょどうせ、そのジャニーズねって言われてるね、てめえ考えて発言しろ、ジャニーズもジャニーズもバカにしてんじゃねえ、二度とテレビに出てくんな、ねね、小顔やけど何、誰や、誰かやなとか言われるよこれ連続で、ね、誰やこいつは、高橋海人たん、海人くんのリアコです、 DM はしないでね、お前しとるやないかよお前俺に DM しとるやないかよ、ファンミ昼公演参戦、カイト君に干されました、何したんお前お前推しに干されたん何をして、あ、まあ07、あ、分からんけど2007年生まれってことかな、あ、16歳とかなんかな、分からんけどねえって言われてますからね、新しいアカウントで、お、高橋カイトやな、だから高橋カイトにねえって言われてるから俺、勘弁してよこれ、え、しね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 、平野翔ですねこれ、平野翔にしね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 って言われた、ビッグモーターの LINE みたいにパワハラですよねこれね、しね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 って言われた、怖い、あ、まあ、あの言い忘れてたけど、さっきのも全部恐怖感じてます、ひどく仕事とかも手つかんぐらい、もうこんなんもうあの怖いです、だってねとかとか言われてんねんもんね、発言には気をつけろ、三流芸人やろ、連会が必死で頑張ってて、二人が一番しんどいのに二人を苦しめるようなこと言うなよ、お前に同じようなことしてあげるよ、人のこと簡単に悪く言えちゃうとことか、その他もろもろがお前の離婚を招いたんだよ離婚、ああ、まあ俺に落ち度があったんかな、離婚は、最後に一つ、何言われんの俺怖っ、だってな、お前に同じようなことしてあげるよって宣言してますから、いやこれもう暴力団の報復ですよこんなん、お前がやったこと仕返しそのまましたるわいっていうね、何されんの俺、最後に一つ、この豚野郎なんやねん、女王様やこの豚野郎豚野郎、ほんまに初めて言われたわ豚野郎ってねえ、とかあなた殺されますよ、バイティアラより、怖いね、いやもうこれはじゃあもう平野翔が言ってるやん、もう俺らのファンが行くでよお前のこと殺しにってことやろ、あなた殺されますよバイティアラよ、怖いですね、8割はそんなこと言わんなねえ、8割こんなこと言わないですよね、ね、ジャニーズの悪口言うならどれだけ影響力があるか考えてから発言しろよ、ゴミ殺すぞね、もう殺すぞも入ってるでこれね、いやそら芸能人自殺するわ、誹謗中傷でかわいそうなってきたマジでね、顔も無理、借金男がジャニーズの悪口言ってるのだらしないよね、ね、この世から消えろ、まあ顔、まあだからブスやから俺が悪いんかな、あ、テレビにも出るな、ねね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 って8割がやでちいかわの8割がねねねねねね、お前の事務所に
殺害予告でも送ったろか、おい。死ね死ね死ね、テレビに出るな、死ね死ね、キモい。今すぐ死ね、今すぐ死ね、今すぐ死ね、ね。今すぐ死ね、消えろ、カス、殺すぞ、こら。死ね死ね、今すぐ消えろ、殺す、死ね、死ね、殺す。待ってくれ、俺どうやって殺されんの、こいつに。怖い怖い、俺どうやって殺されんの、死すや。あー、怖っ。死すですわ。4本。怖っ。あの恐怖を感じました、ひどく。これがあることですごい、今なんかこうお笑いにしてるやんじゃなくて、僕は本当に恐怖を感じてます。こうでもしないと精神がおかしくなりそうで、はい、仕事にも支障が出てます、実害が出ておりますね、とか言われるし、マジでない、普通にねとかね、まあ、言われますよね。なんごめんなさいね、なんかその暗い気持ちにさせちゃ、別に僕はあのほんまに僕知らないんで大丈夫ですからね、皆さん。ちょっとブルーにさすがになってきたかもしれない、もう死ねとか殺すばっかりで全然大丈夫やから、面白いからね。あとキンプリのことはもう俺バカにしてないからね、キンプリのファンとやり合ってるからねってきたね、こいつ。いや、このキキが言わんやろこんなんなあ、魔女の宅急便のキキ、お園さんのとこのパン屋で客待ってるキキがこうやって死ねって言わんやろお前、お園にほうき隠された時しか言わんやろ、キキが死ねとかなあ。パン屋のおばあんがお前のほうき隠したら死ねって言うか知らんけど、お前。こいつのアカウント見に行ったんですけど、あ、何やこれ、え、アカウントのリンクみたいなんがありますね、こいつのサブアカでしたね。このアカウントのリンク、こいつのサブアカなんですね。メインのアカウントはこいつ、っていうなんかまあギャルっぽい感じが、アイコンは水着着てるやつ、こいつからも来たほどなくして、こいつあのメインのアカウントからも来ました。こいつすごいですよ、うん、ね、キンプリで謝れ、芸能界から消えろで、まあ数ある誹謗中傷の中で唯一こいつがちょっとまあ中でも過激というか、まあセンシティブなことを口にしました。お前も誹謗中傷で消えればいい、ね、言ったらあかんこと言ってるよこいつは。え、まさかの死にました、自殺笑ね、さすがにちょっと気分悪いですよね。お前も誹謗中傷で消えればいい、いやだからもうそれやん、芸能人の指差しですよ、誹謗中傷で、自殺していく人間がもう最近も多いですよ。それを言うてんねやろ、それを俺にしてほしいんやろね。お仕置きだなこいつはねえ、そんなこと言うやつはお仕置きしないとね。まあまあ可愛いやんけ、おい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 、やんのかお前こら、まあまあ可愛いやん、どっち右か左か、何この子、あら、さあそうかそうか、右の子やったやん、右の子で、ああ、これ何、彼氏ですか、彼氏とこんなくっついて撮って、楽しそうに。このインスタの投稿の概要欄、一日一緒にいたからバイバイするの寂しかった、中華街で食べ歩くしてカップヌードルミュージアム行って赤レンガ行って観覧車乗って楽しすぎた、休館前に赤レンガ行けてよかった、カップに書いたスペル調べたのに間違ってた、写真もたくさん撮れたし満足、カメラ向けるとすぐ変顔したり変なポーズ撮るけどそこも面白くて楽しいから好きよ、体調気にかけてくれてありがとうね。まだ付き合ってない時のデート楽しいな一番え、これまだ付き合ってないん、これこの距離感、ええー、なー、こんな子やのにこんなこと言うんですよ、これダメですね、こんな幸せなええ子やのにこんなん言ったらあかんよ、まだ付き合ってないんや、へえ、こいつ腹立つな、なんか実際の生活もね充実してて、ほんで裏では芸能人に死ねとか早死ね、お前も自殺しろって言ってきて、これは良くないよ、そんなんしたらこいつ天罰当たりますからね、ちょっとソフトクリームずれた天罰や、人にこんなん言うからざまあ見ろお前、まっすぐ立てたかったやろ、ご当地のソフトクリームな、インスタ映えやから目の錯覚みたいになってる、あの後ろの横線のなんかお前、いやバームクーヘンがこうほんままっすぐですよみたいな、目の錯覚みたいになってるよこれね、え、あら、ええとこあるんかよお前
お母さんいつもありがとうね。これはこの投稿はね、この子のお母さんの誕生日に家族みんなで旅行行ってっていう、まあちょっと素敵な投稿を見つけてしまったから、まあ俺もここまでかな。まあこれ以上ディスらんわ。見てください、この部屋にね、風船で飾り付けして、ハッピーバースディアー、いやー違う違う、ハッピーバースデーや。A と Y 逆やって。俺がレン君とカイ君見分けつかんように、お前も A と Y 見分けついてんやないか。何やねん、ハッピーバースディアーって。関西が過ぎるやろお前。ディアーディアー、何やねんこいつね。えまあすいません、ちょっと長きにわたってね、ティアラから来た誹謗中傷、まあ言ってきたんですけども、この人も僕はすごくなんか恐怖を感じました。とかじゃあしろとか言われて仕事になりませんでした。はい、ありがとうございました。